はい、皆さんこんにちは、こんばんは、丸中盆栽です。はい、今回はね、まあ植え替えシーズンだもんね。まあこんな感じのやつを手入れしていきたいと思いますよ。ね、これはピラカンサ、立花もどきだけどね、ピラカンサもね、立花もどきとが黄色の実かな。で、常盤さんざしとかいうやつが赤いやつかと思うんだけど、まあ総称してピラカンサっていう感じで盆栽界では通っとるみたいだけど、はい、これもね、この間鉢作家のね、春吉さんの動画見とったら葉刈りしとったもんで、まあピラカンサもね、常緑だもんね。常緑樹の葉刈り、まあもうちょっとしたら口なしとか金図とかやろうかなって思ってるんですけど、まあこのピラカンサもね、丸中ちょっとね遊んでばっかおるもんね。ね、春吉さんのいろんなブログとか動画を見ながら、あ、やらなかと思ってこうね、啓発されてやってるわけですけどもね。まあ一応ね、この常緑だもんね、まあ葉刈りすると、まあ新しい葉が出てきて、まあどうなるって言ったら、まあ新しい葉に変わると、まあ新陳代謝が良くなって、どうなのって歯が小さくなったり、どうなのかな、まあ若返る、うん、で綺麗な葉っぱになる、まあそういうことだと思うんですけど、まああんまりね、深く考えてやるのがね、おたんちんの丸中だもんね。よろしくお願いしますよ。ね、こんな感じでこうやってね、まあ肥料ももうすぐやるんだけど、とりあえずは綺麗にする、手入れがねだいぶ遅れちゃってるもんね。はい、こんな感じでピラカンサね、どんどん手入れしていきますよ。まあこれもね、さっきのやつも、まあ師匠が作った木なんだけど、まあピラカンサでもこれは木実の方だね。要するに立花もどきの方、これもね二重鉢にして、こう下の白いトレイはね、仕事場で出た廃材の再利用で、まあ廃物利用だよね。まあ捨てられるものをね、使うのがまあ生きがいだもんね。本当にね。はい、そういった感じで全葉刈りしていきますよ。ね、こうやってね、古い葉を切るとね、一枚一枚めんどくさいんだけど、やっぱねやった感はあるよ。皆さんね、やった感はあるもんで、ね、そして枝ぶりとかそういうのが見やすくなるもんでね。そうするとあれだよ、切らないかん枝とか、そういうのが見えてくるもんで、ね、そう、寒樹っていうかね、落葉する木はね自然にこうなるもんでいいんだけど、常緑のやつはまあ人工的にこう落葉させてあげないと、こう意味枝っていうかね、まあいらない枝だよね。いらない枝がどこにあるのかとか、まあそういうのがなんか分かりにくくなっちゃうもんで、針金掛けするにも針金掛けしにくいし、そういった感じでね、まあピラカンサ売ってますよ。まあ師匠が作るやつはね、この太短いこうできたやつだからこのミニ盆栽にしては枝ができすぎなんだよね。こういう木はあんまりないんだと思うんだけど、まあ、これ見慣れちゃってるもんであんまりあれがないんだけど、こんな枝ができとるミニ盆栽ないでしょ。なのでまあちょっとね、まあできすぎくんだよね。ドラえもんのしずかちゃんは手に入れられなかったけど、バカなのび太くんがしずかちゃんを手にするんだよね。ははそれは関係ないんだけどね。やっぱりこう母性を、母性本能だね。のび太くんも幸せになれたのかなとはいはい、こんな感じで、ね、まあこれもね、あの古葉だもんね。まあ新陳代謝が悪くなっとると思うもんね。まあ葉刈りして新しい葉を出させて、そしてこうね、春からこう一気にね、新陳代謝がよく、葉っぱが展開してくれるといいなと思って葉刈りをしてますよ。ね、特にこうまあ、半落葉なのか常緑なのかはよくわからんけどね、この中部地方でもやっぱり葉が黄色くなって落ちる葉は落ちるもんで、やっぱりこう寒くなるとあれなのかなと思うけど、はい、そんな感じですよね。はい、こんな感じでね、早回ししていきますけども、まあ葉刈りだもんね。葉を刈るだけだもんね。まあ大した作業ではございませんよ。ね、この二重鉢っていうのはね、あのミニ盆栽にとってね、結構ね画期的だもんね。とても木が元気になるもんで、あの下に鉢でもなくても別にイチゴのパックでも何でもいいもんね。やってみるといいかもしれませんよ。はい、こんな感じですよ。どうですか？ね、よし、次もこのピラカンね、こいつも二重鉢になっとるけど、こいつもあの苔を取りの葉刈りしていきますよ。はい、そんな感じでね、まあ同じことの繰り返しですけども、まあ表土をきれいにして粘りをこうね見えるようにして、そしてまあ全葉刈り、まあ常緑樹の場合はこの葉をね、あのまあ全部取っちゃってこう木をびっくりさせて、でこう歯を出させるってね、いかんと思ってね歯がないと光合成できんじゃん、じゃないと栄養取れんじゃんみたいなね、そういう流れでね、新しい歯を出してくるわけだけども、まあそれをね植物の、まあ、こう生理現象を、まあ、利用して作る、まあね、技と言ったら技なんだけど、そんな感じですよ。はい、ちょっとねこう固定二重鉢固定用のね針金が緩いもんで、ね、止めときますよ。この二重鉢いいもんでね、皆さんやってみてくださいよ。はい、ではね、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。